ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もファイナルファンタジー8をやっていきましょう。はい。前回、ようやくオメガウェポンを倒せたわけなんですけど、封印が解けない。封印じゃなかった。うん。なので、あと、GF と、セーブかな。だ、あと2匹はいるはずなんですよね。うん。なので、まあ、ちょっとそれを探していきたいんですけど、まあもう余裕で倒せるとは思うんですけども、もうここまで来るとなんとかしたい、うん、というわけで、ちょっともう残りの2体のボス探しながらもうね行きたいと思います。この辺も A 連打しながらもうそれで行くしかないんですよね。もうこうもう連打しで水門の鍵っていうのを1回取ってから使ってない気がするんだよね。うん、だそれはどっかで使う場所があると思うんですけども、2箇所ぐらいまだなんだかよく分かってない場所があって、それがここの、あ、ここじゃない、ここじゃない、こ、あ、まあまあ、まずはあのピアノオルガン、うん、ドレミファしか鳴らせないオルガンと、あとここなんですよ。ここが今んところ何にもここ空きそうで空いてない。うん、だピアノ、多分オルガン、んオルガン、パイプオルガンで、なんか美しいメロディーを流せばきっとそこが開くんではないかとは思ってます。はい。であともう一つ、すごい長い廊下があるんですよね。うん、まあ、あと今のところの、うん、アルティミシア、もうボスに行くまでの一本道があるんですけど、そこの途中もちゃんと調べられてないんで、あとはもうそこかなって思うんですけどね。はい。まあ、ちょっとこう A 連打しながら、うん、ピコピコ歩いていきたいと思います。どんぐらい、ああ、お給料下がった、お給料が入った、ちょっと探していきます。はい、はい、1個見つけました。宝物庫の鍵でロックされている、こんなところになんかあったけど鍵がない。宝物庫の鍵、それがどっかに落ちているらしい。まあでも一個進んだな。うん、なのであのオルガンの謎と今のところの謎ですよね。うん、宝物庫の鍵、まあ、こっから先は一回行ってるもんな。うん、いやー、なんなんだ、どこだ。はいはいはい、新しいとこ行けました。なんかもうアルティミシアに行く道の途中でやっぱなんかあるんじゃないかと、うん、来たんですけども、ありましたよ。もう決定ボタン連打しながら歩いてたんですけども、いろんなとこ徘徊しながら、そしたらですね、こういうことになりました。こう決定ボタンを押しながら、うーんってこう上がってったら、急にこっち向いてふって乗り出した。最初なんだか分かんなかったけど。なるほどな、うん、まあ言われてみれば怪しさ大爆発だったもんなこれ。はいはい、やっと行けた。じゃあこの先にやばいやつが、あ、いる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 、はい、あ、これ強そうだな。どうしよう、あ、ちょっと考えてたことがあるんで、ちょっと試してみたいと思います。少々お待ちください。はい、ジャンクションしてきました。おそらくこれでも勝てると思います。それじゃあやっていきましょう。封じられし力を煙突する者どもに裁き、そうだよな、この文章なかったもんな。ん、え、バックアタック、いや、さすがに警戒がつけてないぞ。てかなんでみんな後ろ向かないんだよ。あー、大丈夫だ。なんだったんだ。えっとですね。え、だって何？とりあえず一旦防御して。はいはい、これです。突撃をつけてきました。突撃は全員がヘイストとプロテスト、シェルとバーサクがかかります。なので僕はこっから一切操作ができなくなります。やったぜ。楽だ。楽だぜ。あ、スコールのトリガーだけはやろうかな。うん、はい。いや、もうあんなオメガウェポンを倒せたんですから、このパーティー、うん、倒せる。え、ダークフだ、さっきダーだったのがダークになってダークフになって、これ何これ、ひょっとして時間制限系か、これ
だとしたら僕の選択肢合ってたんじゃないの、ひょっとして。あ、失敗したそうだよな、なんか何もしてこないもんなこいつ。え、あれでも来なくなったな。バーサクとヘイストかかってるからめっちゃ速くなってるから、あっちの行動が来なくなってんのかなこれ。何にもしてこない。フレイ、あ、やべ、そうだ、ダークフレア、ダークフレアか。え、ひょっとしてそれダークフレアまで行っちゃうと死んじゃうってやつじゃない、ひょっとして。あ、やっちまったか、ひょっとしてえ、でも防御、防御は多分無理だよな、魔法だから。ダークフレアって魔法だよな。それでもあれが、あ、メルトンしてない、メルトンしてない。もしくは魔法でなんかな、あ、リフレクとか、リフレクでなんか返せばいいだけの話だったりする。やばい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 、あ、あっ、あ、やっぱりダークフレアだ。え、終わり。あ、来た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 。え、しょぼしょぼなんだよ、ビビらせやがって。はい、はい、回復。え、じゃあもうこれ勝ち確じゃない。君の隠し玉でしょ、それ。君のっていうか、君の名前すら知らないけど。あ、しまった。せめて名前ぐらい見てあげればよかった。いかん。名もなき竜で終わってしまう。誰だ、こいつ。え？このなんか、メカメカしい。うん、メカメ、うん、ちょっと、鎧甲冑してそうなロボット、ロボット、うん、竜なんだろうこいつ。すごい持って、え、またや、また最初からで、何やんの君それ。ねえ、そのしょっぱい技もう一回やんの、一から。もうずっと連打でもいいよ、ハンデでもうずっとダークフレア連打でもいいよ、多分死なないから。あ、弱あ、せめてブンドルか何かで名前ぐらい見てあげればよかった。あ、名もなき竜、さらばごめんな、ごめんなあ、ステータスガード、あちゃー、やっちゃいましたね。じゃあ GF もらいますね、ありがとうございます。名もなき竜よ満月をばっくり、かっこいい戦いだったんだろうなきっと。うん、すまん突撃で倒せてしまったよ。まあでもむしろ正解だったっぽいよね。うん、今のは多分時間内にあれを撃つ前に倒せよっていうのが本当だったんだろうなきっと。みんなあの武力に固めて、うん、だと思う。はい、じゃあ一回セーブして帰りましょうちょっと待ってちょっと待ってすごく何にもないところに落ちてたんだけど今さっきのドラゴン倒して一回外出てセーブしようと思って何も考えずにあの決定ボタンまた連打しながら帰ってたんですけど、ここで突然拾った。あー、でも惜しかったな。前なんか一度なんかこの辺なんか落ちてないみたいな。あの、なんだろう、幸せの泉みたいに、こう中にコインとか落ちてないかなって調べたことあったんですよね、この辺で。惜しかったな。こんなとこに落ちてたんだ。え、何のヒントもなかったぞ、これ。本当に。あ、まあまあ、一回とりあえず外出よう。やってきましたよ、ホーモンスコ。いやー。なんであんなとこに落ちてんだ？なんかどっかにヒントあったの？あ、ドローがある。ホーリー、あ、ホーリーはありがたい。で？何ここ、何ここ、何ここ、おーおーおー、ん？あ、いた。あ、いた。なにあ、でも親切、ちゃんと出てから変えさせてくれる。え、じゃあまたやろうかなまた突撃しちゃおっかな、しよっかな。
あ、そういえばポーションってあと何個あったんだ。そういえば何も考えずにさっきやっちゃったけど、オメガでだいぶ使ったよな。オートポーション3人にして、あ、せめて分取るかせめて分取るせめて分取る1回ぐらいやるか。はい、名前は見てあげないとな。なんだっけ、アイテム、おー、20個しかない。え、さっき2個使ったっけ。2個だよな。え、じゃあ78個も使ってたのか。意外とオメガ危なかったな。おお、怖。はい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 、じゃあこいつやっていきましょう。君は誰だい？ちゃんと、あ、回復。今度はちゃんと名前を見てあげようね。うん。あいつも僕の人生の中で名もなき理由で終わっちゃったよ。イエーイ！あれ？あれ？おお、届いた。封じられし力を変とする者殿に裁きを。いやー、君は何だったんだ。なんであんなとこに落ちてたんだ。で、我はカトブレ、あ、喋った。雷を自在に操ることは私にか弱き人間の身で挑もうとするのか。挑みます、ブンドル。あ、大して強くない。じゃあゼルにして盗める。何も持ってない。じゃあ突撃。あ、メルト忘れた。またまたメルト忘れちゃったよ。あ、メテオ持ってた。あ、メテオもらいたかったまあいいや。雷じゃサンダー系が強いの？っていうかカトブレパスって確か石化するんじゃないっけ。石化持ってるよな、カトブレパスって。今までの作品から言うと。なのに雷なのか。雷ってラムーとかだよな。そういえばラムーいないな、このゲーム。ラムーってずっといると思ってた、サンダーが。はい、召喚獣の出るゲームには全部ラムーいると思ってたけど、いないんだ今作ね。ラムー、タイタン、シバ、カーバンクル、イフリート、うん、あとなんだっけ、風なんだっけ、忘れちゃった。あの辺は、うん、6属性はみんな毎回いると思ってたけど、いないんだラムー。あ、メテオ、いや、お前雷って言ってたじゃん雷って言ってたのに何メテオしてんの。それは違くない？それ嘘じゃない？あ、もうオメガのメテオに比べたらもう石ころにしか見えない。え、まさかもう死んだとか言わないよね。嘘だろ弱すぎなんですけど。いや、もうオメガが強すぎたな。完全にオメガで耐性ついちゃったわ、ボスに楽勝すぎた。さらばカトブレパス、むしろ石化してきた方が怖かったんだけどな。はい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 、え、封印終わっちゃったよ。封印全部解除しちゃったよ。え、あのパイプオルガンは何あれ、あのパイプオルガンは何だったの。え、どういうこと。パイプオルガンいいの。あ、ゼルでブンドルあったな。え、あのパイプオルガンの部屋はどうすんのあれ、また新たなボスでもいんの、それともなんかのフェイクですか。え、ちょっと待って、パイプオルガンの部屋行こう。何かあるかもしれん。うん、何も起こらない。試しにチャルメラを吹いてみたけど何も起こらない。ちなみにキーボードでここでボタン、キーボードを押すとキーボードでも押せることが今気がついたこれあればゼルの必殺技も打てたな。まあ今更だから、はい。まあでも封印は全部解けたので、はい、まあ問題ないかと思いますはい、じゃあそうですね、いよいよ次回はアルテミシア行こうと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。まあ、きっとあれをなんか鳴らすとオメガがひょっとしたら弱くなったかもしれないけども、倒したからもいいよね。